はい、こんにちは。のぶや本店のノブです。今日のテーマは、そのメニュー表、怖いよこういった内容でお届けしたいと思います。どういうことかというとですね、世の中の理容室、美容室、ね、ひっくるめてヘアサロンはですね、通りに、お店の外にね、メニュー表を出してると思います。お店の名前のね、看板とともに、メニュー表、つまりカットがいくら、パーマがいくら、カラーがいくら、何がいくら、何がいくらって書いてあるメニュー表を出しているサロンがほとんどだと思います。そんなメニュー表ですが、なんだかちょっと俺から見るとね、すごく違和感を感じるのね、メニュー表に。俺がお客さんだったらこれ、恐ろしくて入れねえなと。そんな風に感じて、すごくね、不思議に思っております。それを今日はですね、解説したいと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では、行ってみよう。では早速参りましょう。多くの美容室、理容室ではですね、メニュー表がこうあったとした場合ね、例えばカットが4500円のお店だとしましょうか。4500円。こうしようか。こんなふうに書いてあるよね。次、パーマ。そうだな。まあ、じゃあ4500円にしておきましょうか。同じようにね。で、これは、例えばカットが別とかカット込みとか書いてあったりするんだけど、まあこれカットが別で考えたときにカットとカラーで9000ですよと。そういうことになるね。はい。で、例えばカラーリング。カラー4500円。みたいな。それ以外にもまあちょろちょろこうメニューがいっぱいあるんだけど、俺が一番ね、不思議に思うし、これお客さんは怖いだろうなと思うのはね、これプラス、これなんです。これ。この表記、よく見かけるでしょ。不思議とね、カットはね、これがないのよ。ひょろりが。でも、パーマ、またはカラーリング、またはまあその他のメニューもまああったりするんだけど、このひょろりん、つまり、からからこのからって俺お客さんだったら恐ろしいなぁと思うわけよ。上限がわからない。じゃあカットね、お客さんなりに計算するよね。私今日カットとパーマをしたいから合計9000円らしいけど、これ最低9000円であって上限は一体いくらなんだろうか。ね、9000円プラス消費税で仮に9900円持ってったとしても、それじゃ足んないなと。1万円でも持ってっても足んないなと。これいくら持ってくと最終的にこの空に含まれる部分までが、私が今日お会計して帰らなきゃいけないんだろうか。こういうですね、恐怖、お客さんにとってはこの空がものすごい恐怖なんじゃないかと俺は思うわけね。ここまで OK？ でもね、多くのこういった看板を出してるお店側は、この空ってそんなに怖くないですよって心の中では思ってるのかもしれないね。いや、これはロング料金だとこうですとかね。もしかするとなんかトリートメントとなんとかセットでなんかこれ以上にちょろっと足されるだけでちゃんと説明しますからと思ってるのかもしれないんだけど、通りがかりでこのお店って大体いくらぐらいなのかなと思って通った人にはこの空がですね、かなりくせ者なんじゃないかと。ぼったくられんじゃねえかとかね。そういう恐怖を連想させるこの殻なんじゃないかと思います。ここまで OK？ じゃあ逆に、俺がお客さんだった場合、どういう表記だったら安心してそのお店に行けるのかというと、さっきの、この最後についていた殻がね、俺ここについてたら嬉しいのになと思うわけよ。殻。これが上限ですよと。4500円足す4500円までしかもらえません。これが上限だったら全然怖くないわけ。例えばここがだね、6500円だったとしても、ね、から6500円。ってことはカットとパーマをしてどんなに高くてもこの合算の金額で済むんだなということがわかる。これもそう、カラーリングも、じゃあこれが、仮に8500円だったとしてもだよ。
カットの4500円とカラーリングをして、カットとカラーリングでこれとこれを足した合計が最高金額であって、それ以上取られることはないんじゃないかなっていうイメージを持つわけね。この2つの違い、わかるよね。このここについてるからとここについてるからでも全く性質が違うじゃない。ね。最低4500円ですけど、上限はハテナですせと。こういったお店には俺はちょっとね、お客さんとしてはね、怖くていけないかなと思いますね。まあ事前にね、予約の電話をして、その時に問い合わせりゃまあいくらでも聞けるだろうし、実際お店に行ってから今日最終的にはいくらかかりますかって、聞くことはできなくはないんだけど、意外とお客さんっていうのはそういうことをね、ストレスに感じてんじゃないのかなと、なので実はね、この最後のからね、これはお客さんにとっては意外と恐怖なんですよってことを、ぜひ美容師さん、理容師さんには知っといていただければなと思って、今日はこんな動画を作りました。じゃあ当のお前のところはどうなんだと、おいノブ、お前の店はどうなんだと、ね、そういった声が俺には聞こえてきました。お答えしましょう。ここノブヤ本店はですね、外に向かってまず看板がないです。看板がない。だから毎日毎日この前をね、通る人たくさんいるんだけど、ここにお店があるってことを知らない人たくさんいるんじゃないかな。まあ仮に、お店があると分かってる人の中でも、何屋さんかは分からない。まあもしかするとカットする椅子があってね、そのシーンを見た人は、あ、髪の毛切るお店なんだなとはいうのは分かるかもしれないんだけど、表にね、何も発信してないわけね。だから、看板がない、つまりメニュー表すら出ていないわけ、表にね。通りがかりの人に何も情報を与えてないです。なのでこのお店はね、オープンして8年と何ヶ月経つかな、もう来年の4月で9年経つんだけど、通りがかりでですね、すいません、今すぐカットできますかって入ってきたのは、最初の 1,2 年ぐらいで数人いたぐらいで、その後はもう全然誰も来ないです。もう来てくださいっていう、こうオーラが出てないからね。それどころか最初にも言ったように、全くここがお店であるということがわからない、何屋さんかがわからないようにして、ひっそりと隠れてやっております。なぜそんなことをするのかというと、通りがかりでね、近所で通りかかってたまたまお店を見つけた、そして料金設定が大体まあ自分の価値観に合ってる、だからなんとなく行ってみようかなって人を防ぐためなのね。防ぐため、そういう人に来てもらわないためにわざわざそんなことをしています。まあ理由は簡単で、自分みたいな人間を必要としてくれる人に見つけてもらおうと。それでブログとフェイスブックだけで宣伝広告をしてきて、当然ホットペッパーさんに代表されるようなね、ポータルサイト、有料のポータルサイトに載っけたこともなければ、チラシをね、配ったり、新聞折り込み入れたり、そういった宣伝広告を一切せず、集客というのはブログとフェイスブックだけでやってきました。それはもう、店主としての考え方、お店としてのコンセプトがそうなだけであって、何がいい悪いではないんですよ、全然。うちみたいに、ちょっとおかしな店もあれば、世間一般では基本的に通りがかりの人に来てほしいと。なので、お店の外にお店の名前とかね、メニュー表とか、まあいろんなコンセプトを掲げているところも少しはあるかもしれないんだけど、いろんなこう外に向けてね、通りがかりの人に向けて発信するというのをごく普通にやられてます。これ全然悪くないです。ただしさっきも言ったように、この料金の後にからがつくというのは上限が分かりませんと、ね、最低4500円なんですけど、最高はいくらか全くブラックボックスですみたいな、最後私のお財布からいくらここに置いていければいいのかがわからない状態でお客さんが来なければいけないというのは、お客さんにとって恐怖なので、もしね、こういった看板を無意識に、そういう意味じゃなかったんです、そうじゃなくて、そんな高くないんですよって思いながら、この殻をつい、みんながやってるからつい殻殻ってここにつけちゃったサロンね、あなたのお店の看板もしあったとしたらね、ちょっと考え直してみるのもいかがかなと、そんな風に思います。ということで、いかがだったでしょうか。なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントの方もどしどしお待ちします。
ではまた明日会いましょう。バイバイ。